皆さんこんにちはということで、引き続きね王子山カントリーやっていきます。もう残り4ホールになっちゃいました。早いね。早い。何時今？まだ多分10時ぐらいじゃない。9時46分。これはいいわ。マジでいいな。本来僕ら基本的にさ最終組やん。今頃スタートしてる。終わった4時半。まだスタートしてない。まだ4時半ぐらいになるから。いつもやっぱね10時スタートとか10時半スタートとやったらね、うん、ほんま1日なくなっちゃう、うん、やし暑い時期にね回るとこれは涼しいから体力も温存されていける。6番アイアンでいきます。ルイ6番で旗方向。完璧。ナイス。ベタピン。あざす。ドローか。時代は。ザンダーもドロー取ったもんな。ザンダーシェフリー。シャッフル。これグリーンの右セーフ？グリーンの右はね、いやそんなセーフじゃないかな。モンセージ刻んでもいいよ。いやもう売ってるからね。いけいけ。でも俺一回これドライバー前回来た時ドライバー打ってもうほんまにカラーぐらいまでいった。いや曲がる気がせえへんから行ってる方がいいやん。かっこいいな。言ってみたい。曲がる気しかしない。調子悪かったらなちょっと怖いけど。いや曲がる気がせんくてそれ知らんで。曲がったら知らんけど、そんな守るようなスコアでもないから。まあスコアがスコアで8アンダーぐらいここまで来てても行くけどな、うん、国背負ってるからこっちは。そう、日本国背負ってるから。オリンピックやと思って。オリンピックちょっとかます。急に出てって言われたらそれなりのゴルフせなあかん。いや分からへんやん。やっぱまあ、ね、何が起こるか分からん。人生マジで分からんから。急に出てって言われるかもしれない。この4年で急に変わるかもしれない。そやな。急にゴルフ大好きになっちゃうかもしれない。そう。あ、もういける。いけるよ。揃ってるよ俺。話す。逃げるな。こんな死にはせえへんねん。思いっきり振ったんねん。左振り抜け。ええぞ。手前か。あ、ここにあります。いや、ナイスファイトやな。ありがとうございます。よういったな。なんかね、狭ければ狭いほど僕曲がらないタイプ。絞れてくる。そう。逆にこれが練習場のネットやと思ったら絶対当たらないじゃないですか。いや、当たる。大笑い。ちょっと笑ってる。当たる当たる。余裕で。まあまあ、あんま当たらへんな、でもな。うん、やっぱグッとなってくるから。そこしかないって。広いと僕ね、うん、めっちゃ曲がるんですよ。広い時ほどなんか刻みたくなってしまう。あ、そうね。変態ですね。なんかよくわかんない。でもそれ、江野も同じこと言ってて。あ、江野もそうやな。江野もそれ言ってた。なんか目標が定めやすいとか、球をこうコントロールしやすくなってくる。うん、JFE 嫌い言うと。でも僕 JFE 好きなんで。ただの好みや。ただの好みっすよね。今のはもう完全に。JFE は、あの結構飛ばし、僕そのやってた時あのちっちゃかったんですけど、フック打ってた時結構距離、うん、飛んでたよ。飛んでたから JFE って結構飛ばしたもん勝ちんとこあったんですよ、うんうんうん、でロングも結構届いてたから、うんうん、でも僕結構でアプローチパターン結構得意やったから、その時、うんうん、ロングバーンっていってグリーン周り持っていってアプローチちょんってやつでバーディー取れてたんですよ、うんうん、楽やったんです。そうやな。今言ったらめちゃくちゃ下手かもアプローチ大苦戦。グリーン周り下手すぎてしょぼみで全部ボギーで、グリーン面も JFE は結構あの面も簡単やし、砲台とかなってないもんな、あんまり、うん、で風がね一つの方向からしか吹かへんかったから結構楽やった。うわめっちゃ綺麗。なんかすごい。これここは琵琶湖見えるんちゃうかな。111ワンワンワン
53で、そろそろお前頑張れよ。その前に俺が頑張らなかった。ちょっとフライヤーするけど開いて調整します。はい、120ぐらい打つ感じで。いいね、これ来た。うわ、これ来た。うわ、あー、ナイス。あざす。硬いね。硬い、パンパンやった。音がなめちゃくちゃ高かったっす。音が高かったけど、まあショット完璧でした。もう狙い通り頑張った。さっきグリーン外してる分調子良かったやねんけどな。まあな、ほんまになんか狭いとこどんどん振ってけんねんけどな、うん、なんか僕の場合やっぱちょっとこう OB よぎっちゃうんですよね、うんうん、よぎり出したらもうダメっすね。もう刻んでちゃんとやってる方がスコアはまとまるっすね。だから今日も最近ね、こうドライバー振り回し気味やったんですけど、今日はちょっと王子山知ってるコースやし、やっぱ怖さも知ってるんで、王子山の。そうやな、俺知らんからここ今来て右がこんな狭いってビビってる。よう打ったほんまにカットならまだしもドロー打っとったからめちゃくちゃ狭い。そろそろちょっと克服したいな、アプローチも。こんなとこで5位中打っとったらやっぱりおらへんもんな、実際問題。5、6でビビんな。42。抜けた。うお、ナイスバウンドやな。やっぱ怖いんやろな。なんか珍しいね今日。何？最近アプローチなんかもう全くあれやったやん。最近でもあの距離もやっぱ51度ずっと持ってて、今56で打ってみたけど。51でいいやん。やっぱ足出るんよな。でも51も結局ハンドファーストに打てへんから、うん、距離感合わへんというか。乗せるんでやってん。そうか、まあ、いやなんかたまたまうまくいってる時はいいんやけど、やっぱ完璧求めちゃうやん、欲張りす。いや、いいね、ティーショットぶっ放して苦手距離を練習してマジ上手いか下手か分かんないドライバー上手いのは確かやねんけどそこからの下りを半端ない。みんな僕が片手で打ってないからイップス治った思ってる。絶対片手で打ってよ。片手で打ったらそれは入るけどな、今のも打てや、じゃあじゃあ打ってや。やっぱ両手がいいやん。悪くない。お席翔太。あの琵琶湖と琵琶湖 の横につなぐ橋ってあれのことかな。琵琶湖大橋もう一個北にある。でかいって琵琶湖見えんもんな。だってあ見えるんじゃん、ちょっとこっからやったら。バリでかい。そんなん言ってる場合じゃない。バーディーパット喋んな。喋らへん、もう喋らへん。すら比叡山か。すらないか。あるな。遠慮じゃん。喋らそうと。入れたれ。入れ。入れ。うわー曲がらんかやっぱり。オッケー。でも結構止まったな。え？もっと行くかなと思ったけど。いや多分なあんまりな。下ってないんよ。そうなん。うん、ボンちゃんの方からもそんな重ないからさ、ここあんま多分受けグリーンじゃなくてほぼフラットやねん。だから俺のさセカンドもさ跳ねたんか。うん、転がんねん前に。よいしょ。ああ惜しいね。ちょっと最後にスライスせえへんかなって思っちゃった。立ったところが結構傾斜あったから、そこのミスですね。ボールのとこはそんな関係なかったな。まあこれも今後の成功の材料にしていこう。この度マイゴルフ予約がスタートしました。なんと全国のゴルファー皆様にマイゴルフに出演できるチャンスがあります。
応募条件はマイゴルフが自信を持っておすすめする提携コースでラウンドしていただくだけです。ご予約いただいたすべての方々にドリンクサービスかお土産品をお渡ししております。予約方法などの詳細は概要欄の URL をチェックしてください。皆さんぜひ僕たちと一緒にラウンドしましょう。お待ちしております。待ってます。こっちね、皆さん今のところねショートがめっちゃ多いんですけど、次回の動画は最終2ホール両方ともロングやったと思います。イーグルイーグル取れろ。いけます。ホールインワンイーグルイーグルで6アンダー、俺あれよ、1アンダーはいけるわ。166 ギャン虫8で次に引っ掛けだ。うわっ飛んだぞ。7で、はい、8でもいいけどちょっとピンまで打とう。入れ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 、うわ惜しい。ナイス。あかん、アンダーパー無理になった。いや、こっち帯や。アンダーパーが消えた。7でいきます。7やったね、さっき8。うん、ボールに7って書いてたのにな。くそ、ミスった。これ8って書いてるわ、やばい。7勝ったよね、やっぱあそこ OB やねんな。勉強勉強。7カット。うまい。カットして。せい。オッケー。あれでよかったのに。よかったのにと思うのがゴルフやからな。まあ勉強や。いやー景色やばいな。すげえな。ここで OB。つらい。つらたん。けど、いい勉強になったぞ。次回来るときは、ここはフェードやな。ちょっとなー、右嫌やって思ったら。右嫌やったんや。いやなんかちょっとペラったら多分、まあ、今日のピン位置の距離やったら大丈夫かもしれない。あそこ狭い。でも8ドローで行って次7カット、うん、怖くなかった。7カット、あカットは絶対曲がってくる。カットやったらまああのうん、左 OB はないかなみたいな。あ左に曲がることはあんまないから。俺はドロー系やとさ、カット打って捕まることあるからさ、それが怖いよな。ドローを打ちに行ってスライスすることはアイアンはほとんどないけどな。あと2ホールロングあるから、ダボでも頑張って2個戻したらワンオーバーか。まあ、いいか。プロアマ良かったもんね。プロアマはね、試合形式やったらもう刺身さんずっと上あったもんね。刺身さんずっとトップ走ってる。ずっともう10プロはすげえわ。13ホール終わって7アンダーだから、半分バーディーだから無双モードやったけど。大輝も俺がおらんかったらええんや。ボンちゃん逆にあかんかった足負傷してたら、まあ、それ以外に無理やけどな。うわー OB か、もうちょっと広くしてよ。よし、登って下りやな。入れたらだいぶ楽やぞ。しっかり打った、しっかり打った。あれ、やっぱ曲がるよな。曲がったわ。もう一回か。俺行くわ。いやいいよ。いい。やっ、倍言ってた。あっが芯現れた。なんか芯落としたね。いや今もう開きそうやなと思ったら、しっかり捕まえちゃったね。まあジョン・ダームでも外すからな、しゃあないよ。ああ、あのヒゲ一緒やん。よし、ダボ
うわーフランスやな。太鼓耐えた。太鼓太鼓オッケー耐えた。オッケー。すら右曲がりそうやけど、これでもやっぱこのちょっとこう短いけどあんまうまくいかへんっていうのがなかなかここの難しさですね。うん、こっち行きましょう。でまあ当たり前なんやけどやっぱ傾斜が強いとよりショートパットが難しくなるし、ロングパットもむずいしね。そうで今のホールもまあ僕みたいにちょっとでもこうどっちか逃げて捕まったりしたら、うん、結構すぐ OB 待ってるからね。あ、ジェットコースター行ってらっしゃる。これ楽しそうやった。僕ジェットコースター乗れないんで。ただのビビりなんで。ハリーポッターのあのユニバのハリーポッターのあのバックビークのやつで、ハグリッドの、うん、バックビークのあれも怖いね。あれ怖い、あれ怖い、あかんやん。もうあれ結構頑張って乗った。あの鳥に礼するんやけどガチでお願いしますって礼したもん。ガチご安全にって。はい、ということで、はい、皆さんまた引き続き次回も見てください。よろしくお願いします。それでは、次回ロングロングで最後あるんでちょっと頑張ります僕ら、はい、バーディーお届けできるように頑張ります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。